東京マーケットワイド、この時間ゲストと電話がつながっています。岩井コスモ証券投資情報センター長、林拓郎さんです。林さん、どうぞよろしくお願いいたします。あ、おはようございます。よろしくお願いいたします。ニューヨーク市場、ナスダックが6日ぶりの反落という形で戻ってまいりましたが、はい、東京市場寄り付きマイナスでスタートして今プラスに変わっています。今日まず短い時間ですが、ここまでの動きを、はい、まず林さんはどのようにご覧になりますか。まあ、おっしゃったようにアメリカの、まあ、半導体の動きなどを受けて、あるいは、まあ休日前ということもありますので、はい、まあ、朝方調整継続というムードで始まりましたけれども、底堅いですね。先ほど3万3500円台回復して、今日はやはり内需系というかディフェンシブあるいはバリュー系等の銘柄が朝方からしっかり入ったということで、まあ、やはり前2日、まあ、昨日おとといと先行して調整していたこともあってですね、はい、まあ、改めて下値の硬さを示すような展開になったというふうに思います。なるほど。もう今日はお伺いしたいことがもうたくさんありすぎて、どこからお伺いしたらいいか、まずアメリカからお話をじっくり伺いたいと思うんですが、はい、感謝祭ウィークで、まあ、アメリカも日本も少しお休みモードが強まってますが、昨日はアメリカで FOMC 議事録、それから NVIDIA の決算という注目材料が2つ出てまいりました。はい、まずこの FOMC 議事録ですが、今回少し注目度が低かったようにも感じるんですが、何かポイントになるようなものは動きはございましたか。はい、まあ、やはり今回もですけれども、データ次第で利上げ再開ということとか、まあ、あるいは今回利下げの示唆言及なかったということで、はい、一応継続して若干高派スタンスということだと思うんですけれども、うん、まあ、おっしゃるようにあまり影響ないですね。すでにアメリカの10年債の利回りが 4.3% 台まで、結構急激に下がっておりまして、まあ、これこの間の CPI とか雇用統計の影響なんですけれども、今後も金利高止まりということですけれども、まあ、やはりインフレ鈍化の流れも今後期待できるということだと思います。その長期金利一頃 5% に瞬間つけるという厳しいところもありましたが、今 4.39% まで、なだらかに低下してきているというところです。この11月に入ってからすぐに出た、はい、まあ、アメリカの10月分の雇用統計が15万人ぐらいだった、そして、まあ、CPI が総合指数で前月比変わらずぐらいだったと、まあ、いくつものデータをクリアしてきているという結果ではありますが、このまま、その感謝祭に入るという矢先でありますが、感謝祭明けのクリスマスラリーというそのムードにアメリカは入っていけるでしょうか。そうですね、やはりこう金利低下って、まあ、一時こう予想外に上昇していたものが落ち着いて、まあ、これおそらく今後もしばらく続くと思うので、まあ、そういう意味では期待していいと思うんですけれども、うん、ちょっと足元では年末商戦も含めてアメリカの景気にです、ちょっと今後鈍化の圧力がかかってくるという、まあ、懸念も出てきているということで、ちょっと全面高というよりは業績しっかりしたところを選別的に買うという流れで年末ラリーが展開されるかなというふうに思いますね。なるほど。そうですね。そして、まあ、個別といえばそのまさに NVIDIA の決算なんですが、まあ、注目が、はい、その膨らみすぎて、すごい決算なのに、なかなかそれを素直に評価できないような180億ドルの売り上げ、予想が160億ドルですから 10% 以上予想を上回っているということですが、株価の方はアフターマーケットは静かな動きにとどまっているという状況です。この生成 AI という市場の見方、これ自体難しいんですが、最近ではサム・アルトマン CEO が突如オープン AI で解任されるという、外部からほとんど伺い知れないような動きも起こったりなんかしてますが、この NVIDIA あるいは生成 AI に関しては林さん今どうお考えになりますか。まあ、やはり長期的な期待はかなり大きいと思いますし、まあ、今回の決算に関しては、まあ、やはり一部米中の対立の悪影響なども懸念されていましたので、なるほど、かなりこう売り上げが予想上回ったというのは、まあ、サプライズというか、まあ、プラスに受け止められると思いますね。でやはり業界の成長性は
今後についても当然期待できますけれども、勢い落ちていないということになると思いますし、まあ、当然今回の決算、実際今日時間が NVIDIA の株下げてますけども、はい、前向きな評価は続くというふうに思います、うんうん、やはりただまあ上場来高値もすでに更新してますから、うん、まあ、どこかで休みが入らなければいけないという意味では、まあ当然の下げということだと思いますね、うん、で日本の半導体関連も、はい、まあ、直近上場来高値を更新する銘柄、まあ、エレクトロンとか、まあ、結構出てきてましたので、はい、今日大方でもないかな、ちょっとまあ半分ぐらいの銘柄下げて始まりましたけれども、まあ、これもかなりこう当然の調整というか切り返しに向かってますね、少しずつ。そうですね、半分ぐらい今プラスになってますね、うんうんうん、ですから今回この辺りの銘柄って決算も強弱分かれていましたけれども、まあ、やはりもう先の成長を期待した動きが始まっているというか、今後も続いていくということで良いかと思います。なるほど、分かりました。そしてもう東京エレクトロンご紹介ありましたが、日本のマーケットの動きをお伺いしたいんですが、昨日というおととい月曜日なんですが、日経平均がこの週明けスタート直後にドンと大きく上昇して、この6月7月の高値を更新してまいりました。はい、日経平均に関して言えば33年ぶりの高値に一足先にもう到達しているという動きであります。ただ、まあ、月曜日その後5番に入ってマイナスに変わってしまったという動きがありますが、このいくつもお伺いしたいのは、この日経平均が今トピックスに先行して動きが強まってきているのは、はい、まあ、どういうことなのか、あるいはこの33年ぶりの高値をまた取ってきたというのは、この先にもともと期待して良い展開が待ち受けているのか、この辺はどう捉えたらよろしいでしょうか。はい、やはり今回の株高、まあ、これ日本だけじゃないですけれども、アメリカの金利低下と、まあ、あとはこれ日米ともですけれども、業績、まあ、決算発表が相当好調だったという、まあ、この2つの理由で説明できると思いますけれども、うん、まあ、日経平均については今月だけでももう2500円以上上昇していますので、今週月曜日の高値つけた後の下げというのも、まあ、ある意味、まあ、適度な調整だと思いますし、で日経平均のこうリードということに関しては、まあ、やはりこれ実はここ半年間でずっとに日本ではトピックスが強かったですから、そうですね、バリュー株が先行したということで、まあ、これもアメリカの金利の影響ですけれども、金利の上昇でハイテク株がもたついていたのが日経平均の重荷になっていて、まあ、それが解放されたということですよね。なるほど、うん、この今もうまたご指摘先にございましたが、3月決算企業の決算発表が先週前半でもうほぼ終わりました。あちこちでこちらは高く評価されておりましたが、やっぱり予想されていたように最高益更新企業が相次いでいるという内容です。はい、林さんからご覧になって、このどのあたりの業種ないし銘柄が良くて、はい、で今後を見る上でどういう展望を描けるのか、そういう、まあ、グロースかバリューかというところも含めてなんですが、そのあたりいかがですか。はい、世間でも言われていますように、特に今回は自動車 の利益企業、増え方の大きさがかなりインパクト大きかったということなんですけれども、はい、電力にしても、あとは内需ですよね、こうインバウンドの恩恵、経済正常化の恩恵で内需系の企業も相当に検討したと、さらにあと値上げの効果が大きかった食品なんかも業績好調に寄与したんですけれども、はい、もう一つは今回あまり数字が足元良くなかった半導体とか電子部品などについては、うん、四半期ベースで見てやや底入れの兆しが見えるとか、あるいは実際業界の統計なんか見ても半導体とか電子部品とか、あるいは中国関連ということでもそうですけれども、はい、最悪期を通過した感触がこう強まっているということも特徴ですよね。ですから、このあたりは今後良くなる、日本全体の業績を押し上げる要因にもなってくると思いますけれども、そういう意味では
まあ、上振れ企業多かったということももちろん特徴ですけれども、今後についてもさらに業績の見方、予想が、まあ、情報修正される可能性があるというところが、まあ、株価にとってはプラスに働いているというふうに思います。なるほど、分かりました。そして、まあ、来週の金曜日は、まあ、12月の1日でもう年末なんですが、この、まあ、日本のクリスマスラリーないしは年末相場に向けてリスクになりそうな要因ないしは、まあ、もし株価上振れ上に抜けるとしたら、まあ、どういう注目ポイントがあるのか、まあ、そのあたりはいかがでしょうか。まあ、今週月曜日もそうですけれども、まあ、年初来高値というか33年ぶりの水準をトライしていっているところですから、まあ、当然その過熱警戒とかいうことぐらいですよね、うん、反落のリスクというのは。で、まあ、物色に関しては先ほどの決算に絡んでもそうですけれども、まあ、バリューの銘柄については、まあ、本来こう年末相場の時期にまあ、ボーナスの関係とかニーサの関係等で、まあ、優位性を発揮しやすいというところがありますし、で一方のグロースの方は、まあ、先ほど申し上げた通り、まあ、業績の底打ちが見えてきているところも結構あるので、まあ、そういう意味ではこう両面にらみつつの展開ということですよね。まあ、個別に選別していきたいということになるかと思います。なるほど、そうですね、個別銘柄が先行するという動きがしばらく続きそうな展開ですね。わかりました、はい、林さん今日もどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。岩井コスモ証券投資情報センター長林卓郎さんにお話を伺いました。